こんにちは。失礼します。あ、所沢のタイソンさんをプロデュースされた方でよろしいでしょうか。おお、まず入り、ハムリガン。はい、失礼します。はじめまして。まあ、はじめだな、お世話になります。まず座り。はい。はい、で、お名前よろしいですか。俺の名前で？はい。俺、ホーケーミーって言うんだ。ホーケーミー、うん、いやー、なんでまたそういうお名前を名乗ってらっしゃるんですかね。あのよ、味噌汁になるまでよ、はい、ホーケーだったんだ。あー、味噌汁までホーケーだったんで、うん、ホーケーミーと、うん、そういう名前だったんだ。あー、なるほど。で、普段の活動だったりご職業を教えていただければと思うんですけども。あのよ、YouTube と、はい、NPO だ。 NPO、うん、NPO 法人ですかね。違う違う、日本協会って言うんだ。日本協会、うん、あ、なるほど。そういうわけで、うん、ああいうモンスターを生み出したわけなんですね。お前それ言うなよ。お前、ホーケーミーさんから輩出されたってことですね。まあ、モンスターは、うん、まあそういうことだけで、今回、うん、所沢のタイソンさんが、うんうん、大炎上してますけども、あのプロデューサーのホーケーミーさんとしてはどういうふうにお考えでしょうか。もうあいつ首だよ、首。首、うん、なんでまた。ほんまな人柄、お前これ取るような人間だと思わなかったもんな俺。いやいやいや、そういうのを見極めるのがあなたの仕事じゃないですか。だって俺の仕事はよ、はい、これできれば誰だっていいんだから。いや、それはできると思うんですけど。だって教会だね。はい。だから誰だってんだよ。あいつの期待ってから俺はやってやってんだ。で、ホーケーミーさんの YouTube を拝見したんですけども、うん、なんかあの○○○○くんやめた方がいいよみたいな、まあ自分はタイソンくんやめた方がいいよみたいに受け取ったんですけど、うん、なんかそういう突き放すっていうか無責任っていうか、まあ、ちょっとひどいなと思ったんですよね、ホーケーミーさんのこと。まあ、いや、あれよ、はい、俺が悪いと思ってべ。はい。でも、あいつもやりすぎだべ、いろいろなことで。いや、やりすぎましたけど、うん、最後まで面倒見るっていうのが、義理人情だと思うんですよね。あのよ、はい。な、日本協会っていうのは、はい、結局、一人で、な、こう、ことっとするもんだと思ってから、ただ、あいつは全部、自分のやったことを、はい。一つは見せてしまったわけだ。はい。抽出したわけだ。はい。な、それにプラスしてよ、はい、人様のものを取るってことだよ。やっちゃいけねえ。すごくホーケーミーさんって人格者だと思ってたんですけど、うん、なんか今日お会いしてみて、なんかすごくなんか無責任な人だなって思い始めてきました、自分は。俺ね、はい、だい無責任なんだ俺は。いや、開き直ってんじゃないですか。俺は無責任な男だ。だってあんたタイソンの動画で収入も結構得ましたよね。それはあれでかすりやべよ、お前。お前俺の名前使ってお前やらせてんだから、お前俺かすりやべよ、お前。いい恥さらしだ、ほんとに。あんなもの生み出して。モンスターなんて。バカよ。まあ、とにかく、あんた無責任っすよ。だおめえは何が言いてんだという話よ。お前は何、タイソン側が。いや、タイソン側じゃないんすけど、最後まで面倒見ろっつってんだよ、ハゲ。お前。なあ。おめえハゲって。バカ野郎おめえ。おめえが全部本も動画もプロデュースしてんだろ。して何が悪いんだおめえ。あいつも勝手にやったことだよ。いや、だから最後まで尻拭いしろっつってんだよ。尻拭いっつってんだよおめえ。おい、いいよ、お前帰れよお前。バカ野郎。どうしようもねえな。うるせえこの。早く帰れ。いや、なんか今日、いい話が聞けると思って来たんすけど、なんか時間の無駄でしたよ。いい、いいから帰れお前。出すなよ、それ。バカ野郎。いや、出しますよ。うるせえ。帰れこの。じゃあタイソン君のことはもう見放すってことでいいんですね。 あんなのいらねえ。わかりました。うん、ほんとお前もクズ野郎だ。うるせえな俺。